文学社会学は文化社会学の一領域である。立場は様々であり、テクストそれ、自体を取り扱う研究や文学の歴史性、政治性の研究などがある。文学社会学と言える試みが出現するのは19世紀、初頭頃である。アンヌルイーズ・ジェルメーヌ・ド・スタールによる、デラリテラチュア・コンシダリー・ダンセラ・ポーズ。 アベックレ・インスティテューションズ・ソシアルは文学を宗教や法体系などの制度と結びつけて論じた書き物であった。イッポリット・テーヌのイギリス文学史も重要である。これは人種、環境、時代という概念を用いて文学を論じた。20世紀の文学社会学を大きく方向づけたのはルカーチ・ジェルジュである。最初の一歩として小説の理論がある。 彼はこの本の中で主人公と世界との関係性に注目して近代小説というジャンルを特徴づけようとした。近代小説の主人公は常に何らかの問題を抱えた問題的主人公であり、自身の存在すら自明ではなくなった世界において自己や価値を探求する。彼の思想は小説社会学の作者ルシアン・ゴルドマンやイタリアの文学研究者、 フランコモレッティなどにも影響を与えた。1924年、ドイツのフランクフルト大学で社会研究所が設立された。フランクフルト学派は、この研究所を中心にして、マルクス主義を進化させ、批判理論を発展させていった。この中で、文学社会学に取り組んだのが、テオドール・アドルノや、バルター・ベンヤミンらである。アドルノは、文学ノート、ベンヤミンは、 ドイツ非愛劇の根源を発表している。また、ユルゲンハーバーマスは、公共性の構造転換で、公共権と、新聞や文学との関係を指摘している。ロベール・エスカルピは、文学の社会学を発表した。エミール・デュル・ケームの手法を好み、社会的事実として、文学を扱ったが、その中で特に注目したのが、文学の生産や消費、分配などであった。また、 ルシアン・フェーブルは書物の出現を発表した。ここではヨーロッパの書物産業や書籍賞の歴史を語っている。フランスの社会学者ピエール・ブルデューは文学社会学の代表的な人物である。芸術の規則では彼の芸術、文学の分析が述べられている。ブルデューの基本的資座は文学を理解するにあたり作者の社会的属性や 社会的背景などと結びつけるのではなく、文学固有の論理として対象化するというものであった。この本では、特に19世紀のフランスの小説家、ギュスターブ・フローベールの感情教育等について論じながら、フローベールの独創性、重要性を主張した。ブルデューは、フローベールの立ち位置について、当時のフランス文学の大衆向けのロマン主義小説とも違い、 社会的現実を映し取る、写実主義とも違う、いわば二重の絶縁によって生み出されたものとしている。感情教育はこの作家の立ち位置という構造に規定されているというのである。唐谷たにきとは、近代文学を通じて、風景や文学などのカテゴリーが歴史的に作られたものだとする、日本近代文学の起源を発表している。 読者や出版業界に注目したものとしては、前田愛、近代読者の成立が挙げられる。ありがとうございます。